第93回東京箱根間往復大学駅伝競争スタート地点第93回東京箱根間往復大学駅伝競争は2017年に1月2日から1月3日まで開催された93回目の東京箱根間往復大学駅伝競争である。第92回大会の上位実行と2016年10月に行われた予選会の上位10校に加え、 関東学生連合チームを合わせた全21チームが参加して行われた。87回連続で出場していた中央大学が予選会で敗退し本戦に出場しなかったことで話題となった。第92回大会の上位10校と予選会通過校10校に加えてオープン参加の関東学生連合チームを合わせた全21チームが参加して行われた。 ナンバーカードの数字は、ナンバーワンマイナスナンバーワン0が、前年順位、ナンバーワン1ナンバー20が、予選会順位の順。区間エントリー一覧 http://www.kgrr.org コロンスラッシュスラッシュイベントスラッシュ2016スラッシュ kgrr スラッシュ 93h-a-k-o-n-e 駅店、箱根駅伝4空国変区。 PDF 青学大が総合3連覇を達成。3年連続で、オーロ、袋完全優勝を果たした。また青学大は2016年度の出雲駅伝と全日本大学駅伝を制しており、大学駅伝3冠を達成した。オーロ、袋を共に制しての3冠達成は、史上初の快挙であった。今大会の2位から10位までは順に、東洋大、総大、 順大、神奈川大、中央学大、日大大、法大、駒大、東海大が入り、この上位10校が第94回大会のシード権を獲得した。神奈川大と法大がシードに返り咲き、山梨学大と帝京大がシード権を手放した。一区当日エントリー変更は駒大、帝京大、大東大、拓大の4校。スタートからしばらくは、牽制が続き、 スローペースで進んでいたが、5キロメートル手前で、東洋大、服部ト場が一気にペースを上げて飛び出し、東海大、鬼塚翔太と日大の石川相馬がそれを覆う形で、リードを取ったが、7キロメートル付近で、総大、武田凛太郎が引っ張る集団が、先頭に追いついた。以降、残り1キロメートルまで10人が集団層を繰り広げたが、服部と鬼塚がペースを上げて、 集団を振り切った。最後は1秒差で、服部が区間賞を獲得し、東洋大、東海大、総大、青学大、神奈川大、駒大の順でタスキをつないだ。16位の日大までは1分以内という大接戦になったが、優勝争いに加わると目された、山梨学大は2分53秒差の20位と大きく、出遅れた。肉当日エントリー変更は、 東洋大の一行のみ。先頭の東洋大、山本修司に 2km 付近で、青学大、一式教師らが追いつき、6人の集団層を展開。15km 付近から、東海大のスーパールーキー、関早と東洋大、山本、壮大、長山広樹が集団から脱落し、18km 付近で、神奈川大、鈴木健吾が単独先頭に立つ。 鈴木は、区間賞を獲得する階層を見せ、大学史上初めて、戸塚中継賞、トップで、タスキリレー。2位は38秒差で、青学大。3位は55秒差で、駒大が続いた。後方からは14位でタスキを受けた、拓大のワークナーでレッセ。15位でタスキを受けたリオゴリン、代表の順大、塩尻和也、十17位でタスキを受けた、創価大のムソニムイルが、 ゴボール機を展開。デレセが4位、塩尻が7位、ムイルが10位まで順位を上げた。トップでタスキを受けた、東洋大、山本は、区間11位と振るわず8位まで順位を下げ、東海大、関もコンタ坂以降ペースを落とし11位に転落。昨年この区間2位の山梨学大のドミニクニアイロは、区間9位に止まった。3区当日エントリー変更は、提供大、上部大、 国士大の参考。前回3区区間賞の青学大、秋山祐貴が1 3トル過ぎで、神奈川大、越川健太を捉え主位逆転。徐々に差を広げ、区間賞の走りで、トップで、タスキリレー。越川は、区間15位と振るわず3位に交代。総大、平和馬が、区間2位の走りで、トップと1分22秒差の2位に浮上。 中位争いでは、東洋大、口町助が5位集団から抜け出し8位から4位に、浮上。前々回この区間再開に沈んだ、総課大、蟹沢淳平も区間7位と、安定した走りを見せ3人を抜き7位に浮上した。一方、駒大、下支店は、区間8位に止まり6位に交代。拓大は今滝春彦が、区間再開に、沈み17位に転落した。 4区当日エントリー変更は、駒台、東海大、順台、山梨学大、中央学大、宝台、神奈川大、拓台の発行。距離変更で 20.9km となった4区。全日本大学駅伝 MVP の青学大、森田歩希望が区間2位の走りを見せ、総大との差を7秒広げ、1分29秒差とした。 提供台の安ぜが和也が区間7位で3つ、順位を上げ4位、総課題、セルナルドユージも、区間5位で2つ、順位を上げ5位、順大、栃木渡氏が、区間賞の走りで4つ、順位を上げ6位、拓大、宇田ともしが、区間6位で7つ、順位を上げ10位に浮上した。一方、故障明け最初のレースであり、当日エントリー変更で4区に入った、駒大のエース、 中谷圭介が序盤に突っ込んだことが、あだとなりまさかの区間18位に、沈み9位に転落し、往路優勝争いから脱落した。ごく 20.8km に短縮されたごでは、今大会唯一の当日エントリー変更なし、青学大、上映流優と、前回ごく5位の総大、安井優一による往路優勝争いとなった。上映が、 大平台の定点で1分56秒差に広げるも、小脇園以降は安いが、一気に差を詰める。足の湯では1分19秒差、元箱根では45秒差に迫ったが、上映が逃げ切り、往路3連覇を果たした。壮大は33秒差の2位で往路を終えた。6位で助けを受けた、順大、山田治が3人を抜いて2分24秒差の3位。 東洋大が2分40秒差の4位。4区でブレーキとなった駒大は、大塚翔平が区間賞の走りで4分01秒差の5位でゴールした。以下神奈川大、中央学大、上部大、創価大、日大までがシード圏内となった。監督と選手の親子高同士の対決で注目された、山梨学大、上田健太と大東大、奈良良介は、 上田が区間7位で16位に浮上した一方、奈良は区間19位と失速し15位から18位に交代した。優勝した青学大から7位の中央学大まで4分35秒差、8位の上部大から14位の拓大まで1分23秒差に、ひしめき優勝争いも、シード争いも混戦模様になった。明大、国学院大、大東大、国士大、 学生連合の5チームが、袋一斉スタートとなった。ロック当日エントリー変更は、山梨学大、中央学大、明大、創価大、国士大の5校。前回ロック区間2位の青学大、小野田雄二に、総大、石田康幸が追いつけるかが焦点となったが、小野田は、前回より17秒遅いタイムながらも、区間2位の階層でトップを維持。石田は、区間12とわず、 青学大との差は2分08秒に広がった。シード権争いでは、区間記録保持者の日体大、秋山清人が、今回も激走を見せ、自身の区間記録を8秒更新する58分01秒を叩き出し、13位から7位にジャンプアップした。12位でスタートした、放題の1年生、佐藤俊也も、区間3位の力走で8位に浮上。一方、 5位でスタートした駒台は、モノエ・タケシリが、区間18位に沈み、9位まで後退。その他、日大が11位、上部大が13位、創価大が14位とそれぞれ順位を落とした。7区当日エントリー変更は青学大、創大、東海大、日大大、山梨学大、帝京大、大東大、明大、創価大、法大、国士大、日大の12校。 旧四区区間記録保持者の青学大、田村和樹は、二宮の定点で2位総大との差を2分52秒に広げたが、残り 5km 地点で脱水症状を起こし、打行状態となる。それでも、区間11位で、踏ん張りトップで、タスキリレー。総大は、前回旧区間賞の井戸広樹が、区間3位の走りで、トップ青学大との差を1分21秒まで縮めた。 東洋大は、小笹山区が順大を抜いて3位に浮上する。中位争いでは、日体大、上、越いさむ星が区間2位の階層で5位に浮上。順大、南場公平は、区間16位とブレーキし、3位から6位に交代した。東海大は、石橋康隆が、区間賞の走りで15位から11位に浮上し、10位。 提供台と54秒差まで追い上げシード権争いに加わった。平塚中継所では国士台が23秒間に合わず繰り上げスタートとなった。発区当日エントリー変更は青学台、総大、東洋台、順大、日大,大、駒大、大東大、総下台、上部台、国学院大、日大の11校。前回発句区間賞の青学台、下田祐太は 総大の太田智樹との差を徐々に広げ、前回大会と全く同じ1時間零4分21秒で区間賞を獲得。2位総大との差は5分32秒に大きく広がった。シード圏争いは、東海大、カスガ戦速が、中継所手前 1km 付近で、提供台をかわして、シード圏内の10位に浮上。九位駒大から十一位提供台までわずか十八秒差の、 大接戦となった。その後ろでは、総価大、米光霊が、区間3位の力走で15位から12位に浮上する。戸塚中継所では、国士大が平塚に続いて繰り上げ、スタートとなった。ちなみに、7区まで区間賞を獲得した大学がすべて異なっていたが、これは、第77回大会以来十六年ぶりの陳事であった。休憩当日エントリー変更は、東洋大。 総大、日大大、明大、法大、神奈川大、上部大、拓殖大、国学院大の急校。最初で最後の三大駅伝出場となった、青学大、池田先生成が、区間2位の階層を見せ、後続との差をさらに広げ優勝を盤石なものにした。東洋大、野村俊成が区間賞の走りで 17km 付近で、総大を抜き、 トップと6分30秒差の2位に浮上する。参考によるシード権争いは、駒台、片西系が区間4位の構想で8位に浮上し、10位の東海大、川端地図を区間5位と構想。提供台の1年生、平田光志郎は区間8位と検討したが、10位との差は45秒に広がった。一方、日体大、室伏見のる高が、 区間14位と振るわず6位から9位に交代。6位の放題と7位中央学大も2桁順位に止まった結果、6位の放題から11位の提供台まで6校が1分25秒の間にひしめく混戦模様となった。12位の総科大は10位と3分29秒の差が月シード権は絶望的となった。鶴見中継所では山梨学大学生連合、 明大、日大、国士大が繰り上げ、スタートとなった。山梨学大は途中危険による繰り上げを除けば、第64回大会の鶴見以来29年ぶり、明大は第67回大会の戸塚以来26年ぶりの繰り上げとなった。10区当日エントリー変更は、青学大、東海大、巡大、中央学大、法大、国学院大、日大の7校。 2年ぶりのアンカーとなった、青学大、安藤春也が着実に後続との差を広げフィニッシュ。史上4校目の大学駅伝3冠を達成、大路、袋両方を制しての3観は、史上初の快挙となった。7分21秒差で、東洋大が2位、総大は、袋9位と失速し8分16秒差の3位、順大は、作田直也が、区間賞の走りで1つ。 順位を上げて4位、神奈川大は、総合5位で、第81回大会以来12年ぶりに、シード権を獲得した。中央学大は、村上祐希が、区間3位の構想を見せ、総合6位で、大学史上初の3年連続シード。日体大は、小野義春が、区間2位の走りで2つ、順位を上げ2年連続の7位に入った。放大は、 総合8位で4年ぶりのシードを獲得。駒台が9位に入り、往路15位から巻き返した東海大が総合10位に入った。11位の提供台は加藤雄也が区間19位とブレーキし、10位と3分24秒差で2年連続のシード権獲得とはならなかった。学生連合の東国大、照井明人が参考記録ながら区間賞を獲得した順大。 作田を2秒上回るタイムを記録。第89回大会の中大、長井秀厚以来4年ぶりに、幻の区間賞が発生した。この区間ではアクシデントが発生しており、ゴール直前の国道1号日比谷交差点での交通規制が徹底されておらず、ワゴン車が規制の中を強引に通過しようとして、神奈川大、中上常也と接触事故寸前になるという事態が発生した。 ワゴン車に気づいた中紙が減速して車を避けたため、負傷者などは出なかったが、警視庁は、帰省のタイミングが遅れたと説明し、警察官の増員を検討している。総合成績往路成績袋、成績区間賞一覧一、1、第10区では、オープン参加の関東学生連合、照キ秋人が、参考記録ながら1時間10分58秒を記録している。 区間記録一覧その他の記録詳細出場コース、関東学生連合チーム当日エントリー、変更当日エントリー変更大学別、区間別詳細記録の最小差総合記録の、最小差繰り上げ、スタート、山梨学院大学、明治大学、日本大学、国士館大学、関東学生連合、幻の区間賞参考記録の区間一位相当り、ごぼう抜き、追い抜かれ、 ごぼう抜き、追い抜かれ、見た目の通過順位中継所を通過した時点の各校の通過順位及び通過時刻見た目の通過順位第93回。箱根駅伝予選会は2016年10月15日、陸上自衛隊立川駐屯地から立川市街地を経て、国営昭和記念公園内をゴールとする全長 20km のコースで行われた。 本大会出場権を得ることができる予選会上位10校を目指し過去最多の50校、エントリー全675人のうち、各校10から12人の計589人が参加した。レースは、各校上位10人の合計タイムで争われ、順位を決定した。その結果、上位10校となった大東文化大学、明治大学、創価大学、法政大学、 神奈川大学、上部大学、拓殖大学、国学院大学、国士舘大学、日本大学が本大会出場を決めた。創価大学と国学院大学は第91回大会以来に大会ぶり、国士舘大学は第90回大会以来3大会ぶり、その他の7校は第92回に続いての出場となった。一方、 第92回大会出場校のうち、中央大学、上西大学、東京国際大学は今大会の出場権を逃し、上西大学は初出場の第80回大会から続いた連続出場記録が13で、中央大学は1925年の第6回大会から続いた連続出場記録が87で途切れた。第93回東京箱根館。 往復大学駅伝競争予選会要項及び競技注意事項における出場資格は以下の通りである。第93回東京箱根間、往復大学駅伝競争予選会要項における順位決定方法は以下の方法で行われる。各校上位10名の合計タイムにより10校を選ぶ。第93回東京箱根間、 往復大学駅伝競争予選会要項及び競技注意事項による注意事項今大会の予選会には50大学がエントリーしている。リンクエントリー選手リストスタート時並び順第93回東京箱根間往復大学駅伝競争予選会要項による注意事項第93回箱根駅伝予選会総合公式記録予選会成績第93回 箱根駅伝予選会個人記録本大会予選会。ありがとうございます。